たいけど、どうにもこうにも苦手だ、奥手だ、そういうもんだろう。とうとう一人様でも何年目なんだ、どうでもいいけど、な俺のこと旗から見ていてどう思う。ほとんど息子が言うのさ、これは何でもないんだ、悲しい出来事なんかも全部も放っておいてよ。あっち向いてそこ向いてこっち向きなよ、右から右から今度は明日がとても恐ろしくなるんだ。敵の反対から見えた反対図は、これが漫才なら許されるのか教えてほしい。もう誰か期待なら前を見ろよ、誰か君を見てなくても、背筋はちゃんと伸ばしてみな、それだけでいい。言葉が減るのか、そんでかいから死ぬんだ、そいつのちょっと言い過ぎか、大げさか、どうでもいいけど、そこしてるうちにも持ってかれるぜ、気にせないでさ、怖いけどいいよ、誰かに取られるなんか。ずれた漫才なら、よそでやんないかな、まるで犯罪だな、迷惑しているんだけど、もう慣れてみたいなら、いつでもやろ、数が本当に怖くて、もう寂しくなったら声出しな、それだけでいい。こんな日が続いて、みんなも見ないふり、どうも俺だけが一人で済ませてら、そんな日が続いて、ちょっとな。